こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。A 列車でいこうないライブ配信始めていこうと思います。今回はビルド編ですね。バスを前回、延長した私鉄の、海岸路線、海岸からですね内陸に結ぶ路線に、まあ、あと長距離線にも新駅作ったんですが、交差する新駅、ここに バスを作りたいと思います。まず何回かに分けると思うんですが、最低2回。第1回はまあ大きく分けて、この駅ですね、ちょっと待ってくださいね。この駅にのバスを作ります。この駅周辺のバスを作ります。一方、ここと、ここを結ぶ路線バス作るけど、鉄道があるので、まあバス1台ですね、作ったとしてもあくまで中間駅のサポートにとどまります。高速道路とのクロスもどうするかなんだよな。そしてここですね。ただね、高速道路とのつながりがまあ問題だよな。高速道路とか地下鉄あたりの、ここら辺のポジションの開発をどうするかっていうのは、また次回以降にやりたいと思います。別のところ開発したいと思うんで、これはまあ後回しですね。少しずつ住宅地も建ってきました。この地区の、まあこの環状線を基本として工場と門を結ぶバス路線、こちらを作っていきたいと思います。まあだからレールとしては、道路としては、こんな感じ。ちょっと結びすぎてるな。こうカーブ入るからな、失敗したかもね。まあこんな感じかな。で、今のところちょっと延長は線どこなので、線路で防止、中途半端だなこれ、斜めになっちゃってるよね。こうなると変な建物が立ったりするんで、違和感出ますからね。事前に防止したいとこです。どうせお金はあるんだから避けたいですね。ここもそうだよな、
なんでこんな斜めになってんだ？全部消します、一旦は。田んぼはやっぱり欲しいんですけどね。ただやっぱり限度はある感じで。なるべく平行の道を作りたい。平行につないでやりたいところです。まあ同じくどうしようかな。まあいいか。で、これでこうやって線路作って、さらに道路をどうするかですね。ちのその温泉駅との接続もどうするか悩むとこですからね。延長してみるか。で、こんな感じでつなげときゃいいだろう。難しいな、海岸沿いにつなげばいいのかな。こんな感じかな。この先どうするかはちょっとわからないですけどね。これでいいや。ここも駅作ろうと思ってます。ここら辺はカーブ曲がったすぐのとこのリニア越えてすぐのあたりに2面4線の、通過駅がある。場合によっては新幹線型の駅を作れればすごいいいなって思ってます。まあ、この辺りはタイミングに合わせてやりたいと思います。ひとまずこことここのバス路線作って、1本だけこことここを結ぶバス路線作ってってとこじゃないかな。この駅をどうやってつなぐかな。困ったもんだろうな。工場をこれ先、まあ、ここもバス路線いりますよね。後回しでいいと思う。鉄道引くかもしれんしな、この辺に。そこへ新幹線型駅作って、その新幹線型駅と十字接続するかもしれないし、でここの辺の路線とこの温泉街、ここも線路ありますからね。だから路線作っちゃうかもしれない。あんまりここそう海沿いでないんで、まあ地下に下ろさないといけない。ここ急に上がってここで出るような感じになっちゃうけど、まあまず1路線目作りましょうか。でバスもだんだんとその空きスペースがなくなってきた。0台10台あることはあるんだけど、隙間に詰めないといけないから厳しいよな。60番台、60、20番台、130番台、140番台、
で、210番台があっちの高円寺とか、平坦とか高円寺のあっちを西の方だから、逆に230番、ちょっと220番台も使うかもしれないんで、230番台から行きたいと思います。一応トラックは268までか、トラックのやっぱり合理化も図らないといけないな、最終的には。トラックも休んでる時間多いからな、もっと減らせると思うんですよね。減らせていったら減らしていって、その分をバスに転用できる、バスに転用して、一方で鉄道を増やしてバス路線の再編をやっていくっていうことを繰り返していく必要があるんじゃないかなと思います。鉄道はまだまだ空きあるんですよね。なのでバスはなるべく新設したくないし、鉄道ができたとこはバスを鉄道に置き換えたい。でも過去に地下路線作った、ここまあ地下に、地下鉄、まあ阪急車両が走ってる地下路線あるんですけど、これでバスを消すことができるんじゃないかと思ったんですが、残念ながらうまくいかずに、逆にこの接続バス、今までバス交通機関がなかったこのバスが、バスところにバス走らせることになってしまって、逆に増発になった、バスの台数増えちゃいましたね。まあここも地下鉄作って車庫があって、ここら辺ないんだけど、ここからこの辺の高速沿いに鉄道を作って、で、十字に接続させて、いずれバスを排除できればなぁと、思ってます。まあ、そうしたらなぁ、結局、ここの駅通じるバス、フィーダーバス路線がいるんだよなぁ。この辺ってバス全然走ってないから、こことかは、まあ、トラックか、これは。そう、ここぐらいまで走ってんだけど、こっち側は全然バスが走ってないんだよな。だから、ここの区間とか、バス路線あっておかしくないじゃないですか。でも全然バス走ってないから、あ、またここ建物建った、どんどんニョキニョキ高層ビルが建ってんな。ここからかな、こう接続してるんだけど、
まあ難しいですよね。ここからこう循環バス走らせたり、ここからこっちかこっちか行って、こう突っ切ってこの駅へのバス走らせたりとか、まだまだ実はバス必要なんで難しいですね。まず行きますか。まず一系統目、一系統目はやっぱりこの駅からもう駅への直通バスかな。ただ あのまっすぐ走らせられればいいけど、バスを特質から言って、押せないのか、ここ。はい、ここからこう出て、あ、ここはいけないのか。で、ここはこう回らないとダメだから、ちょっと避けた方がいい。するとこれまっすぐ行くんじゃなくて、こっちのビル沿い通ってここバス停ありますよね。ここバス通ってんだよな。これどういうルートで通ってんだ。あ、でも荒池循環とか言ってるから駅との循環をするんだろうな。だからここまっすぐ通ってこう行ってこう通るから、こっちは行かないと思うんで、バスピンク。ピンクの路線バス購入。あ、左に曲がるんだ、このバス。じゃあ、ここは、通ってる区間ってあんのかな？あ、高速つないでんのか。ここバス停はあるんですよね。でもどこまでバスが走ってんのかわからんよな。あ、でもこっち行くのはつまんないし、逆に、こっちから延長させてもいいかもしれないが、そうなるとここをどう渡るかっていう問題はある。まあ、こう行ってこう。ここをバス走ってんだよな。まあでもこれは工場へのあのコミュニティバスだから、と意味合いは違うよな。周りあるやん。荒池循環、これどこに行くんだ。こう行ってこっちじゃなくてこう行ってるんだ。ん？どうなってんだこれ。こう行ってて、バス停ここに着きましたね。まあ右に曲がるんだろうけど、右回りって順回りじゃないですか。右左回りが逆回りだから、あ、やっぱり右曲がるんだな。ってことは
ここはどっちに行くんだ、曲がるのか曲がらないのか、曲がるのか、あーそういうことが、こっちにこう行って、ここはこう行ってっていうことにするのか。でここからこう通っていってってことをするのか。だから素直なルートがそんなにない。まあ、ん？これはなんだ？一方。これは、足立家南北縦断、足立家駅東系。はいはいはい、南北縦断だから、この足立家の北の町から、まで行くんかな、私鉄は大変やだいけなのか。私鉄はだいけは通るだろうな、普通に。この辺までバスが通っているのかな、西やだいけ駅ぐらいまでは。まあもしくはここで止まっちゃうのか。来ましたね。左回りはここに止まるんだ。右回りは、今右回りはどこにいるんだ。ここか。どういうルート通ったんだ。ここを来て曲がってこう行ったのか。ってことは、ここは多分直通するルートなんだろうな。赤だ。まあ、ちょっと倍増してもいい。こう通って、で、駅には多分行かないんだろうな、これ。ちょっと待ちすぎ。あ、あんまり良くない。20分の、あんまりね、交差点待ちが多いんですよね、バスのよ。悪さって。ようやく、まっすぐだよな、ここは。で、ここは左曲がってたから、左回りは駅通るけど、右回りは駅を通らずに、そうだよな、まっすぐだな。南側でここの観覧車あるとこ通ってっていうルートを通るのか。こっちからこう行ってこうなんだ。あれ？左回り？これ、左回りはどうなんだ。ここはまっすぐ行くのかな。そうだよな、そういうことだ。だからこっちは行ってもこっちは行かないんだ。これは？うん。ってことは、231は、60番だなのにもったいないけど。これ231でいいのか。この延長線上は、ここじゃないから、60番台になるけど、やっぱり足りないよな。60番台がこれだから、60番台ってもともと基本は
ああ、50番台が台形系統だったのか。でも台形系統も足りないわけだしな。ループ路線があって、49は全然関係ない。足の方だよな。51から54を阿大家のどこに置くかっていうのはまだ分かってないけど、できればもう阿大家の中に置きたいんで、やっぱり230から行きます、ね。ピンクのバスは変わらないけど、ここクロスしてこっちはこっち走らないから、阿大家ヒルズ走るバスは片道しか走らないから、ではこれで行きます。ちょっとね、今日は、この A 列車に加えて、できれば、パープロもやりたいと思ってるんで、線系統ですね。こんな感じでいいんじゃないかな。系統番号としては。なので、近距離用確定になるから、普通に。でも車庫としては当然ここの車庫だろうな。裏口のバス停をどう整備するかなんですよね。すぐ高速道路が寄っちゃうんで。行きにくいんですよね。裏口から後編の空いた敷地をどう開発するかっていうのはちょっと難しいですよね。まあここも道つなげないとダメだ。まあ一時的にやればいいでしょう。で交差点のバス通りを通る交差点の設定を先に行っちゃいます。まずはまあここはまあわかるよな。ここはちゃんと設定されてる。ここは当然20分の32分でいいし、ここも直進同じですよね。20分の10分かな。
分でもいいぐらいかもしれないな。これ南だよな。方角は南なんで。バスはあくまで保管なんで一本でいいですよね。ここはまあ保険だから一応、うん、白池ヒルズから23時は右折、ここは右折で、行きも帰りも同じルートを通らせます。このバスに関しては。まあ、真っ直ぐ通らせたい気はするけどな。なぜなら、右はこっちしか通らないから。まあ、左も通るから、まあいいのかな。これなんだ？このバスは。なんでしょうね。あ、これなんだ。あんだ。中間路線か。とここ住宅作りましょう。大きいビルを建てます。これが作ったんだけど、こっちですね。あ、ここ作っちゃうけどな。じゃあ4 6番かな。6番で作りました。ここもまだ空いてるから、どうなってんのかな。2割弱ってとこか。まあ悪くはないんじゃないかな。15の32、ここで小230は、230はこっちだから、ここも右で、ここは左で、ここは右で、ここはまっすぐ、両方ともまっすぐで、あと信号は OK。一応、バス停の停車時間を調整しよう。バスもあるんだよな。高速バスを乗って全部っていうにしたい。
10分になってるけど3分短縮する。一応乗車チャンス増やしたいですからね。10分になってるけど4分にする。いらないんですよね、10分の電車は。これはどうなんだけど、まあ、いいんじゃないかな。で、240は OK なんで、ここはまっすぐで OK で、3分になってる、ここも3分になってる、でここも、まあ、ですよね、20分の、でここもまあ真っすぐの方を優先する感じかな。京王プラザ、プラザ、プラザいいな、プラザにしよう。プラザいいですよね。あ、プラザいい。で、ここもバス停作りますが、まあ3分にして。一応バス停作っとこう、の名前。で、まあ、当然だが、ここは駅前なんで、同じですね。ここ全車適用でいいと思う。将来的にはこっからこの駅とかは知らせなきゃいけないけど、まあ、直通するバス走らせてもいいけど、分断してもいいな。途中にバスの折り返し場、バスターミナルでバスの折り返し場を作っちゃって、そこで系統を分割するとかも全然あり。でどのぐらいあるんですか。ジーン、ジーンは内棚敷くな、敷きたいなら寺院敷くとここって入る、入らないよな。
多分無理。無理なんだよな。だから、あ、これダメだ。資材が足りない言われてる。いや、でもさ、普通にいけそうなんだけど、これでも足りないのか。これなんだ、塾か。塾じゃないしな。プラネタリウムもありますよね。いや、違うな。博物館よりもっと、身近な施設がいい。あ、テニスコートとかいいよな。いいんだけどな。あと、まあ、両国国技館ですよね、これは。あ、でもこれはダメで入らないんだ。スペースがでかすぎて入らない。あ、ここだと行けるんですね、国技館は。全然ある。まあ、お金足りないけどね、多分。スポーツアリーナもでかいが入る。まあ、海沿いに敷くっていうのは全然ありなんで、将来的なアイテムとして検討しましょう。まずはどうするかな。これはいるよね。でもな、駅前なんで商業施設だよな。これはちょっと離れたとこに置きたい。あ、公園すら建てられないのか。建ってる。店舗だろうな。スーパーマーケットとか、普通に。デパートとか、下町商店街、牛丼屋、これなんだ？弁当屋だ。弁当屋ね。土産物屋。和風ですよね、どっちかって。ブックストアいいよね。正面がどっちが、こっちが正面に見える。右側を正面にしたい。こっちが正面に。わかん、三角形の方が正面に見えるし、こっち側が正面に見えるから、二重正面あるんですよね。車考えたらやっぱり反対か、反転させるのがいいか。こんな感じ。あ、でも、これでも無理なんだ。しばらくはちょっと無理っぽいな。本当にシンプルな建物しか作れない。でも、それはちょっと良くないんで、戻します。まあでも、これは、こうやって230番。30番は折り返すんだけど、ここがどうしようベースになるから、発車時間をそして調整しないといけない。何時かな、6時かな。基本的にはここが郊外で、荒池の方がね、オフィス街、かつ、荒池からさらに、この旅籠の裏から荒池に出て、荒池からは本数が増えるんで、快速が1本で走るんで、まあでもそれなりに22時ぐらいまではバスあってもいいよね。普通に6時から22時か。
ここはなんだっけ、市だけど何の橋にしようかな。これ川があるじゃん。川があってここをまあつながってるわけで、下がここへつながってるわけだから、ここはまだバスがしてない。まあでもここからバスも結局はいるからな、縦に結んで、まあ、こっち行ってもいいけど、からこう入ってもいいけど、そのバスもいるからな。まあここ迷いどころではあります。何が迷いどころかって言ったら、まあ鉄道空白地帯じゃないですか、ここって。今のところ地下鉄が将来的に通る計画はあって、その準備もされてはいるんだけど、でここからここに延長する計画もあるんだけど、考えたすでに2本走ってて、さらに1本増発すべきなんかってなりますよね。特にこの私鉄路線との競合があるから、存在意義を問われてしまう。環状線にすると面白いかも。面白いけど、どうなんだろうな。環状線にするとこの辺りからもう一本で、もう新幹線駅行けるから、そういう利便性はあるか。ただ、その場合、この東側の便益性があんまりないんで、東側からこう延長すれば、ここの、ここ、短区間の便益性はないとしても、そこから先のとか、この駅、この辺の駅の便益性はあるのか、新幹線駅への。新幹線駅こと、この駅への。地下鉄を通らせてもいいですね、地下鉄も。あと都心部の地下鉄の2路線目もいずれ作らないとあかんな。バスの代替系統として、一応私鉄路線とかあるんですけど、ちょっとカーブさせたりして作るのもいいかもね。空港もする線ってな、
まあ、直接あのターミナル駅から縦に結んで空港に行く路線もあってもいいと思いますし、ちょっと地下鉄と被るかな、その場合。まあ、ここの交通も軌道系の交通とかバスも全然ないから、今孤独じゃないですか。せっかく橋はできたんですけど、橋はできてなんか立ってるけど、どこから連絡するかっていう、ルートはないよな。空港から連絡させるんだけど、まあ迷ってるところではありますね。空港は鉄道でもいいか。ワイナリーを前回、実はいつの間にか作っていました。まあ、折り返しにして6時から20分で、実は橋の名前を決めないといけない。何がいいんだろう。6号橋でもね、6号川じゃないような気がするよな。6号川って、こっちの方が6号川っぽい。空港を結ぶルートで言えば。こっちの、ここが6号川かもね。都市部で言えば。6号川、鶴見川、さらに、分岐して、時間は、デルタ地帯ですからね、今回のマップは。鶴見川、エビドリ川か、エビドリ橋にしよう。バードになっちゃってる。その鳥じゃないんだよな。まあこれでいいや。本当はあの掴む、取る、ゲットだぜの鳥ですけど、捕まえるにした。ん、あれでもエビドリ橋は通らないんだよな。そう、これは、あ、そうか、通らないんだ。エビドリ橋は通らずに、ハンズから右へ行って左に行くから通らないんだ。エビドリ橋は通らない。もうすぐ南、次はもう南田子の浦なんだ。
海底駅東口ですよね。でまあ、ダイヤを走らせますか。でも何往復するんだろうな。まあでも大体でいいか。延期して1往復まずどのぐらいかかるかを見ればいいわ。いいだけの話なんで。行ってみましょう。で、まあ、続行だな。で、今何分だ？今35分なんで、15時45分か。金沢経由で走る便と金沢を通らずに進化する便の2本かな。どちらにしろここがこの循環が中心で、ここはおまけっていう感じかな。
ここだよな。ここの交差点もいるんだけど、基本的にはやっぱり、すぐ優先じゃないですか。でもやっぱりこっちに曲がる路線も結構重要視する必要あるかなと思ったんで、ここも曲がるから右回りのみだな。こう曲がってこう行く。ここはここを通るんですよね。なので果たして必要なのかなっていうのはありますね。直通の場合は必要なんだけど、循環バスの場合はもうこうぐるっと回ってくれた方がすっごい嬉しいかな。これね、ここ直通用にした方がいいのかな。ここは通ら、ここはここの、あの直通バス用に置いといて一本にするかな。まあこう行ってもいいですけどね。こう行く場合は、まあ、ここを通る、ここを通るだけど、こっちだとここ通らないけど、まあ基本的にはそんなに通る必要はないよなっていう。まあ、ここまで行けばベストですかね。行かないよね。行かなくていいね。ここを降りてここに乗ればいいんだって話だし。中間駅も欲しかったかもしれないですけど、ちょっと駅が長いんですよね、ここ。そこがな、残念なところがある。もう一度ダイヤウィザードを復活させて、で3分停車で、この橋を緑橋を渡って左に行きます。ここもね、もしかしたら緑橋のバス停作るといいかもしれないね。ちょっとかわいそうだな。6時31分。で、右に曲がって、ここがありますね。
左に曲がってみて、いいんだかな。はい。で、ここは、折り返しだ。運転車の折り返し、緑に。で、ちょうど17時5分かな。4分か。15分だな。15分入れた。右折して、で、再左折して、もう特急が後ろを通っていく。いいじゃないですか。3分停車。17時36分かな。8分のままで。バスとしてすごい検討してますよね。まあ、今回3本のバス使いますけど、バスはね、鉄道より本数いるよな。18時19分だな。特急が並行して通ってます。行きました。17時43分だけど、これ45分にはもう出ないといけないよね。1時間半なんですよね、両方とも。これを見る限り、走モードでしばらくお楽しみください。こっちは準備をしてまいります。さて、あ、あまり聞こえてなかったらごめんなさい。マイクは近くにあるんですけどね。もうこれ高速道路も含めて結構入れ替わりが激しいです。その中で海老鳥橋を渡っていきます。遠くには高層ビルのもう列が見えて、めちゃくちゃ深いっていう感じです。
1時間半ですよね。だから1往復3時間なんだ。3時間。長時間バス10時間、高速バスは仕方ないにしても、路線バスで、コミュニティバスで、7時間とか平気でかかってるバスあるんですよね。まあ、往復でですけど、片道は3時間半だから、そう考えると、2往復とか3往復が限度じゃないですか。難しいですよね。多分1本のバスで全部を賄おうとした結果、そこに領域にある全部を賄おうとした結果がこれか。で3時間で、営業時間16時間だったら6往復ですね。5往復出て1時間後に終点なんで、6時に出たら24時に帰ってきて車庫で おねんねっていうことですから、これは当然そうなりますね。続いて231、とりあえず車窓を一旦解除しましょう。で次がここの循環バスですよね。普通に走らせるのは1本がいいのか2本がいいのか悩むな。1本だとつまり双方向の循環にならないんですよね。普通に考えると2本なんだけどな。まあ、2本作りますか。普通に。で231と232のバスを買って、同じくピンク色のバスにします。まあこの区域まではあの足立家の足立家のバス会社と共通ってことですね。
こんな感じ。で、内回りは左回りってことだから、プラザ西、南だろうな。ここバス停作ってもいいよね。3分停車だけど。違うわ。ここはバス停じゃない。だからこれを曲がらないとダメなのか。内回りは131。全車に適用か。一方231、232は直進ですよね。231は、どうしよう。でもね、やっぱり運行時間短いね。6時20分だから、短いからな。21時20分ぐらいまででいい。まあ営業時間としては1時間短めですね。ただし多分一周の時間ってこの往復に比べたらはるかに短いと思うんだよ。だから実質の営業時間は実際もっと短いですよね。
のキーボードでコピペし、コピーのコマンドをショートカット打ってんのにコピーされない。直進で全車に適用、進も全車に適用。ここを左折、今のところ全車に適用、左折も全車に適用。3分停車、一応3分停車、もう3分停車と。感じかな。で、今何時？今1時48分か。とりあえずこれで
ガスを2本買ったっけ、もう。だね。配置を231しましょう。内回りはこれでいいのか。6時20分に出発ってことになります。で、一応これ一気に6時20分まで飛ばしていきましょう。ダイヤウィザード設定して、6時20分に出発用意して、明るくなってきましたね。いよいよ出発が近づいてます。さあ、出発です。南進んでますけど、北じゃないけど南。6時32分の6時35分かな。いや、アンデスに続く、いや海に続いてますけどね。左でいいんだよな。海がすぐ近くにあって、あ、ガスタンクなんかもある。快速が走ってます。快速は直通する便と、台形で振り返る便があります。6時45分。まあ普通に信号に引っかかることなく走ったらこんだけ速いってことですかね。信号一回も引っかかってないや、まだ高校科の下をくぐって、まあこれは仕方ないですね。駅と高速をくぐらないの上を越えないといけないんで、どうしても高校科になってしまいます。しないと、まあここで上り坂する手もありますけど、7時6分かな。なかなか早いじゃないですか。まだ46分とかだから。ようやく信号を初めて引っかかった。21分の7時41分か。あっという間にもう到着。1時間ちょっとです。いや、そんなことないだろう。思います。で、7時31分に登場して、7時35分か。ちょっと待って。これ、内回り外回りで走ってたら、
1時間15分なんだよな。ちょっとうまくいきすぎだろうという気がしますが。でもな、これ、1時間半で1本だ。1時間15分かかったとして、1時間半としたら、まあ運行時間って15分だから、15分って8往復じゃないですか。8往復か9往復ってことで走れるから、1時間半かかったとしても1往復でも1時間15分でかかったら9往復目いけますからね。で、よかったっけ、いや違う違う、 1.5 の10往復だ、11往復か。じゃあ普通に考えたら、で向こうも11往復だったらちょっと本数多すぎるよな。232やめとこう。232一旦232はちょっと走りやすいのやめます。線路を進んでいきます。ちょっと 1.5 倍ぐらいの速度で動いてますが、まだ何も開発されてないですね。もうここに10往復以上走らせるとなると、反対側ってにも22往復になるから、ちょっとやっぱり輸送力っていうか供給過剰ですよね。なので、今のところは肩回りだけ走らせるようにしたいと思います。お、やった。9時2分。で、9時5分なんで1時間半か、やっぱり。下手すりゃ1時間半以上かかる場合はあるかもしれないけどね。あ、でも基本的にはやっぱり、ね、10往復とか11往復とか普通に走るよな。なんで732は一旦、232は一旦ちょっと保留とさせてください。ちょっと供給力かな、もったいない。さえさえバスの本数を抑えないといけないのに。ということで、ここも結構バス、電車走ってますよね。
使用過剰じゃないかっていうぐらい走ってんな。補給はすごい本数あるし、ひとまずこのバス路線の開発は無事行われましたので、まあ、ここ駅にしてもいいぐらいだけどな。まあでも、こっちよりこっち。こっちの方駅にするとやっぱりいいし、ここら辺駅にしたいよな、本音としては。ここ駅にしたら、ここの渡ってすぐとこか。
まず、まあ、バス、最初の区間作ったんで、まあ、ここも作るかな。まあ、いいか。ひとまず、ちょっと短めですが、今回、ここまでしたいと思います。次回は、この駅から、ごめんなさい、こっちの駅を結ぶバスと、この区間のバス、この区域のバス1回目をやりたいと思います。果たしてどのようなことになるんでしょうか。まあ、ここからここを結ぶバスもあってもいいんだけど、まあこんぐらいかな。ここら辺が多分客がいない区間になるんで、循環バス走らせてその先は本数少なめっていうことにはなるだろうな。はい、ということで、ここまでになります。見ていただいてありがとうございました。今回の配信、ツイッチで行いました。ツイッチアカウントフォローをぜひお願いいたします。Please my Twitch, my account follow and repost, and chat comment please. この動画のアーカイブ、YouTube にはアップロード予定です。YouTube もぜひご覧ください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This live archive my YouTube channel premiere live. My YouTube channel, channel subscribe and good button please. そして、Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。TwitterX my account please follow and repost and good button please、この動画のアーカイブは2日後29日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。そして、チャット欄にその YouTube と Twitter 旧 TwitterX のアカウントも書いて記載してますので、ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。ということで、こんな感じかな。A 列車で行こうないライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。